はい、どうも、今日5月14日、イズです。はい、まあ、外ごもりプレイスはかなりうるさいところです。まあ、このマイクを通して分かる通りで、今は、塗装が始まりましたが、事故現場ですね。ペンキの入った桶を蹴り倒すという、で蹴り倒してもそれが分かんないっていう、事故に見舞われたところですね。まあ、DIY が動画っぽくていいんじゃないって思うんだけど、いやでもアイボリーで塗ってるんだけど、アイボリーってさ、なんか多分これ目で見るよりかはすごいなんか黄色が強いね、アイボリーって。だからもうちょい薄めてもいいのかなっていう感じだし、まあ、あからさまに使い方が間違ってますけど、まあどうでもいい話です。はい。で、今まだ水道を引いてないんで、水道はあそこの、ここにあるあの缶、あの桶から、桶の普通の雨水使ってますね。汚いけど。やっぱりあんまりアイボリーって感じがしないんよね。なんでだろうって思ったら、多分これ下地の色だわ。下地のコンクリの色がこれも、コンクリっていうかあれ多分石膏ボードっぽいよね。あれの色がマジで出てるのかもしんないので、ちょっとこれ誤算です。誤算から始まってます。ではでは。
まあ一応塗り終わってこんな感じ。いやこれさ、アイボリーってどっちかっていうとクリーム色だからさ、色間違えたね。色間違えたっぽいね。で結局その下地の壁が汚いからそれが反映されてるのかなっていう感じです。だってもっと塗料自体白いからさ、多分ここは白壁だからさ、ここに塗ったらじゃあ多分アイボリー感出るんだわ、おそらく。ここだけ白いもんちゃんと塗ってあるからね。いやー学習だね。じゃあまあここら辺ちょっと塗っていきましょうか。ちょっとあそこら辺も試しに塗ってみようかと。